温泉は、はい、林ここです。白川瑞奈です。せーの、温泉女子高生です。イエ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 イ。はい、始まりました。今回もですね、おなじみの和春きな先生からイラストいただいていますので、まずそちらから見ていきたいと思います。イエ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 イ。ここにね、スケッチブックがあるので、すぐ見ていきたいと思います。いきますよ、うん、せーの、ドンドン。わー、見えますか。わー、はーい、マイシーだ。マイシーです。イエーイ。そう、前回ね、マイシーさんが、ゲストで来てくださいまして。そうなんですよ。あれだね、売れる曲をみんなで考えようみたいな話だったんだよね、うん、そう、それでマイシーさんが愛してんだっていう本当にね、面白い。好き感想、本当に好きって感想しかない。もう可愛いね、可愛いです。そう、前しね、なんかその時なんかちょっと珍しくアクセサリーとかしてたので、可愛いなって思ってたのをちゃんときな先生が書いてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうぜひ皆さんもここでなんかちょっと止めてじっくり見たりとかしてください。はい、というわけで皆さんもぜひじっくり見てください。はい、きな先生も本当にいつもありがとうございます。もうそろそろね、本当にもう永遠に行ってない、これ月1で行ってるけど、毎月ね、毎月会いたいなって言ってますね。でもそろそろね、いい気もしますけどね、うん、なんか木田先生ここら辺になんかリモートみたいな感じ置いて、そう、木田先生ってやりながらね、収録とかどうですか。一緒にどうですか。木田先生がよろしければですよね、本当にね。木田先生もうお忙しい方なので。そうなんです、また来てね待ってまーす。はい、というわけでありがとうございます。そしてですね、番組に皆さんからお便りもいただいていますので、はい、ちょっとそちら読んでいきたいと思います。じゃあまず1つ目、ペンネーム日陰のみかげんさんです。ありがとうございます。ココちゃん、みずちゃん、温泉は、毎週ゲスト会を、拝見しました。ありがとうございます。番組テーマソングが売れるにはどうすればいいか考えていましたが、ココちゃんの縄跳びダンス、マユシーの〇〇テンダーというギリギリ路線に対し、水菜ちゃんは真剣に JK らしいコンセプトを考えていて、いい子だねと褒めてあげたくなりました本当にな。ちなみに僕からは、〇〇のせいにする歌詞を提案します。あー、夏のせいでも妖怪のせいでもドルチェ&ガッパーナのせいだと、何でも人のせいにしときゃ売れるんですわ。ガハハって言ってガハハってガハハ言うとる。PS、 ココちゃんの JK パークがツボでした。わらーとのことです。ありがとうございます。ありましたね。そうね、さっきのイラストもそうでしたけども、いや確かにまるまるのせいありますね。あれ、なんかきっとこれは雪のせいみたいなやつとかもなんかありますよね。なんかね、スキー場のやつがね、夏のせい、夏のせいだ、ありますね。あるなぁ、妖怪のせいなのです。あれもなんだかんだ言って紅白でやってるんですよ。やってますよね。やってた気がする。やってるんですよ、すごい。って考えたらやっぱ、てかあれじゃないですか、なんかヒット作って〇〇の〇〇とか、なんかのがつくっていうじゃないですか。だからのをつけるの歌詞に、だから JK なんちゃう、温泉の女子高生挟むとかいいんじゃないですか。でもなんかあれですね、新曲どうなってるんですかね。新曲っていうか私たちの楽曲、まだ私たちもちょっと謎に包まれしって感じなのでどうなるか楽しみなんですけれども、そうだね、どうなるんだろうね。どうなるんだろうね。めっちゃもう楽しみだけど全然見えないから、なんか今でもこうしたいみたいなの言っといた方がいいよ。今のうちに。じゃあやっぱなんとかのせい入れましょう。なんとかのせい。テレテレテテテテテテ。あ、ダメらしい。ダメだって。暗い背景にして夜中にいきなりさーって。あかん。いやでもね、まあどんな曲になっても、もう絶対もううちらにぴったりな曲だと思いますので、またね、歌える機会とかあればいいなと思いつつ、楽しみにしておきましょう。はい、皆さんも楽しみにしていてください。お願いします。はい、じゃあ続いて。じゃあ、はい。
じきょうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ココちゃん、みずなちゃん、温泉はいつも更新楽しみにしています。ありがとうございます。さて、それぞれの個性あふれるソロ回やテーマソング制作決定など盛り上がってきた温泉女子高生ですが、お二人的に今後やってみたいイベントなどありますか？おー、なるほど。個人的リクエストだと、はい、YouTube 生ライブやってほしいなと思ってます。いいね。うん、もっともっと欲を言うと、何か温泉女子高生だけのイベントで、なるほどね、生歌やトークが聞けたりしないかなとかも思ってます。いいな。スタッフさん、ぜひお願いします。すごいよ、伸ばし棒びっくりマークね。びっくりマーク、すごいすごい。1、2、3、5個もついてる。もうこれはもう叶えるしかないですよ。お願いします。お願いします、言ってるからね。そうね。あ、三角。三角。え、なんでなんでなんでって言ってた。え、でも生配信とかはめっちゃいいと思うんですよ。なんかまあね、こういう状況でもありますしね、今ね、世界的な状況もありますんで、なんかこう生配信で、そうだな、こうトークとかもいいけど、あれじゃないもん、別にこのスタジオじゃなくていいからさ。なんだろうね。でもずっと言ってるのはカラオケとかやりたくないっていう話はしてて、やっぱそうかっぽいしね。カラオケルームとかで配信するとか、あとなんかめっちゃ当初の企画案で出てたのはね、あの2人でファミレスに行ってファミレスでただ食べるっていう案もあったんですよ。なんかその動画の案というか。で、だからそういうのもいいかも。なんかファミレスでなんかこうみんなとこう放課後を共有してるみたいな感じで、こうみんなからのお便り読んだり、なんかなんだろう、ジュースとかめっちゃ混ぜて飲んだりとかするみたいな。え、ちょっとこれ飲んでみて。え、そうそうそう、みたいなさ、なんかコーラとカルピスみたいな。また熟してやるとか、めっちゃいいかなって思う。あ、ね、やりたい。え、そうなんですよ、やりたいってね、スタッフさんも言ってくれてる方いるんですよ。そう、カメラマンの。どうですか？ん？あ、お、え、オッケーなの？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 結構あっさり出たけど、じゃあもう次回はそういうことで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それか、もう年末スペシャルとか。あ、でもそういうのにカッコつけてやんないと、多分一生できない。特別ね、特別で。そう、オッケーって、もうオッケーって言うだけなら大人、オッケーって言ってきながら、オッケーって言って流すから、こういう、年末とかね、もう新春とかさ、なんかそういうのにくっつけてやりましょう。はい。やりましょう。やりたいと思っておりますので、皆さん、また応援もよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、皆さん今回もたくさんお便りありがとうございました。まだまだお便りとか、感想とかね、募集しておりますので、下の概要欄チェックして送ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。高評価とコメントも待ってます。待ってるよ。というわけで、以上、せーの、温泉女子高生でした。バイバーイ。